皆さんこんにちは、のらんです。今日はミシンもハンドメイドもしないです。本日はマクドナルドハッピーセットのリカちゃんがまたスタートしてますのでご紹介したいと思います。前回去年ですね、もう動画にしてるんですけれども、今回もね、なので動画にしようかなと思います。今回でですね、ハッピーセットリカちゃんなんと5年目ということでですね、毎年この8月ぐらいにハッピーセットやってるんですけれども、今年は2021年の8月6日からスタートしていまして、6日からが第1弾で全3種類からランダム、13日からが第2弾で全3種類でランダムで、20日からが第3弾で、全6種類、今までの3種類の中からランダムっていう形でおもちゃが1個、ついてくるという形ですね。一応今回全部コンプリートしてますので、早速ね、第1弾からご紹介していきたいなというふうに思います。まだね、これ未開封なんですけれども、これね、裏側の番号を見るとね、わかるんですよ、実は中身がね。なので開封前から、あ、これで揃ったなってのはわかるんですけれども、早速開けていきたいと思いますね。うん、今回ね、袋はね、全部共通になってました。あとね、シークレットは今回ないですね。はい、まず1個目が、まずちょっとこれ見ますね。はい、こんな感じになってますね。はい、で1個目ですね、こちらが、シャイニーダイヤモンドドレスリカちゃんです。今回、第1弾の子たちはね、スカートがこういうジョイント式になってて、スカートをこうはめ込むことでいろんなファッションをね、楽しむことができます。シャイニーダイヤモンドドレスリカちゃんはね、まさにこのダイヤモンド状のカットされたバルーン状のスカートがね、めっちゃ可愛いですよね。ちょっと透け感もあって、なんかこれがまたおしゃれでね、大人びた感じがしますね。はい、2個目ですね。2個目はラベンダーアメシストドレスリカちゃんになります。これね、2段目のスカートがまさにアメシストのような宝石っぽいカットが入っていて、すごくおしゃれにできています。なのでね、2段目だけつけても全然可愛らしい感じでね、いいですよね。シルエットがすごく特徴的でいいと思います。で、3段目が半透明になっていて、こちらをつけるとね、グッとドレッシーで大人びた感じのドレスになって、すごく可愛らしいデザインになってます。では最後です。こちらは、はい、ピンキーパールドレスリカちゃんになります。超王道のね、ピンクフリフリ系のドレスですね。でもね、上品なパステルトーンのピンクなので高級感があります。これ2段目までだと、まあ、女の子が好きそうなね、フリルスカートに変身できますし、3段目をつけるとね、プリマドンナのようなドレス感が急にグッと出てね、これもすごくピンクのグラデーションが綺麗になってるなというふうに思います。以上が第1弾のラインナップになります。ではね、続きまして第2弾の子たちのね、紹介をしていきたいと思います。今回もね、4個買ってダブリ1個のみのね、3個無事コンプリートできました。じゃあまず1個目ですね。第2弾の子たちは、前回もあったんですけども、植毛タイプの子たちになりますね。まず1人目がドリーミーウェーブリカちゃんです。グリーンとパープルっていうね、なかなか斬新なカラーチョイスになってるんですけれども、肝落ち髪の毛にウェーブがかかっているのがすごくおしゃれですね。ツインテールがね、下気味になってるので、まあ、ちょっとお姉さん感もあるデザインになってるかなという感じです。カールがかかってるのでね、ちょっと髪の毛がね、
もしゃもしゃしてるので、串でね、丁寧に溶いてあげるといいかなと思います。こういうね、ペーパーアクセサリーもついててすごく可愛らしいですね。はい、では2個目いきます。やっぱね、ちょっと植毛タイプのシリーズの子たちは、こう髪の毛の収納具合でね、質が変わってくるのがちょっと心配なんですけど、あ、この子は結構綺麗に髪の毛がまとまってますね。ハートポニーテールリカちゃんです。ピンクと黄色の髪の毛がね、もうまさに王道という可愛さがありますね。ポニーテールがね、はつらつとした感じですごく可愛いです。で、ペーパーアクセサリーもピンク系の色味で統一されているので、デザインもね、すごく可愛らしいですね。はい、じゃあ3つ目、最後開けていきたいと思います。3つ目は、トゥインクルツインテールリカちゃんです。パープルとシルバーのね、ツートンなので、すごく大人っぽいですね。で、ツインテールなのに甘すぎなくて、まあ、トゥインクルなのでね、星イメージなんでしょうけど、ちょっとマーメイドっぽい感じもあって、すごく可愛らしいと思います。はい、以上3つが第2弾の子たちになりました。これでね、リカちゃんのハッピーセットね、なんだかんだ毎回買ってるんですけれども、毎回ね、結構ちゃんと思考を変えているというかね、あってすごく面白いなというふうに思います。で、今回2段目のね、植毛タイプの子たちはみんなツインカラーなので、すごいヘアアレンジが楽しそうですよね。でもやっぱね、私は今回第1弾がかなりお気に入りですね。このジョイント式のね、ドレスっていうのは、実際のドール服でもね、こうやってできたら楽しいだろうなって思いますし、実際これドール同士でね、交換して楽しむこともできるので、そういうところもまたね、いいなっていうふうに思いましたね。今後もね、ぜひ、来年、再来年と、このハッピーセットシリーズね、続いててほしいなというふうに思います。あと地味にですね、最初に紹介しました、土日に限定でもらえるのかな、リカちゃん DVD があるんですけれども、あれね、毎回ね、楽しみなんですよ。で、今回もね、リカちゃんファミリーの、ドタバタドラマが収録されてたりとか、あとちょっとしたなんか職業体験みたいな、コーナーもあったりで、なかなかね、ボリューミーで楽しめる内容なのでね、もし、チャンスがあったらね、皆さんも見てみるといいかなと思います。今回はマクドナルドハッピーセットリカちゃんの2021年バージョンを全種類紹介しました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。